お客さんもう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。ああ、頼む。この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だ。勝利は往生堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに、旅の途中で勝利はいろんなことをい…なあ、ディーユへの人々が大好きな。そういう面白いことをお前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。子供はいつだって成功。私はリーユエで40年タコを作…その通りだ。これは操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに。ん？黄金屋って最近聞いたな。あ、このタコの雷の模様、輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永久そのものだ。知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。素晴らしい。水面のように金星の取れた正義、炎のように熱く燃える戦争、それからかつての標人の、細部まで精巧だ。詳しいお客さんからたまに褒められるのも私の楽しみの一つだよ。では品物をいただこう。金に関しては俺が払うよ。あ、講師だ。ただの通りすがりだよ。勝利先生は相変わらずだ。支払いをするとき、いや誰かが支払いをしてくれるとき、いつも値段を見ないし財布の中身も見ない。だが実際は金銭の価値を理解していて、世間の人々の苦しみだって理解している。それなのに貧乏というものが分からず、彼自身がそうなり得る可能性を分かってない。もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。さてタコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく人手も必要だ。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。この金を持っていくといい。あと言わなくてもわかるよね。値切りは君自身がすること。勝利先生に任せてはダメだよ。一歩遅かったな。何やら面白い情報を聞き逃したみたいだ。今度はもっとタイミングを見計らって登場しないと。お客さん。
玉境内で1日雑用？問題ないよ。1日2万5000モラだけど。うわ、ちょっと高くないか？このモンドを救った英雄に免じて少し安くしてくれよ。モンドを救った英雄？英雄を知らないなら仕方ない。だがモラは知っているな。全額支払おう。少ない。これじゃブラックだぞ。その額なら内容は何だ？言ってみろ。そうだな、玉境台で木製の道具が少し足りて。問題ない。なら2万モラでどうだ？ああ、それでいい。旦那は。仕事？冒険か。山奥で儀式に使う小鳥を捕まえるのはある意味冒険かもしれないな。え？それなら難しくないし、冒険者候補に言うって。うん、適正な価格だ。あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。ふん、これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の金庫特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？お、何の情報を欲しがってるのか分かるのか？あ、モンドでファデュイの宿女が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。
次は衛星港のために不墓黒に行くぞ。あそこはリーユエ港で最も有名な薬庫。ん？どうかしたのか？なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。ではこれで。今恐ろしい殺気を感じたぞ。